はい、こんにちは、くつざわです、日本改革党です、視聴率過去最低更新が確実視されている紅白が迫ってまいりましたな。その前にメール党員さん限定忘年会っていうのが12月29日にありますけれども、責任問題になるぐらい盛大に爆死してもらいたいな。 NHK 紅白歌合戦の視聴率爆死、なんで外国人のグループ、全然知らねえやつ5組も出して、いうようなことで責任問題になるといいなって思っております。愛知県の市役所、帰国すればブラジル人女性の生活保護を拒否、支援者が騒ぎ、担当課長が謝罪し、結局生活保護もらえることになったそうであります。ネットの反応です。これはひどい。帰国したらって暴言なの？支援者って誰？騒いだもん勝ちかよ。在留カード持っているというのはいても良いってだけであって、何でも日本人と同じではないでしょう。日本人でも受給できない人がいるのにやるせない。ブラジルで困った日本人は生活保護もらえんの？もらえません。生活保護は国民の権利であって外国人には関係のない話と、そもそもの話なんですけど、日本人がね、生活保護断られたのなんて報道しないのに、ブラジル人だと喜んで報道する毎日新聞、こっから間違ってんだよな。まあ、支援者はどうせですね、共産党の市議会議員だの、人権屋の弁護士チームだろうけど、そういえば愛知県の弁護士会に、人権救済申し立てしたなんて言ってますけど、担当課長は謝罪しちゃダメだろ、そんなこと言ってません。証拠あんですか？これでいいんじゃねえの？帰国すればっていうのがギャーギャー言ってんったら言ってねえし、録音でもしてんのか、言ったらよかったんじゃねえの？論より大声嫌がらせ、これにちょっとでも負けちゃダメなんだよな。少しでもですね、後ずさり、交代すると、畳みかけてくるのがパヨですからね。河野談話や村山談話、日本政府も何回も騙されてもんね。ちょっと譲れば、あとめんどくさくないんじゃないかなんて、ことなかれでね。敵をきちんと敵視しないと、危ない危ない。向こうはこっちをちゃんと敵視して、敵だって、そういう扱いしてんのに、こっちがですね、敵だってちゃんと、こいつは敵なんだ、分かってないと、やられたい放題されちゃいますね。これは全くがっかりしちゃうニュースでありました。善悪を判断する能力などに大きな影響を与える精神疾患は認められない。山上容疑者の鑑定留置終了だそうであります。地検はですね、刑事責任を問えるとして、拘留期限を切れる1月13日までに殺人罪で起訴する方針だそうであります。ネットの話です。鑑定留置長すぎ。死刑になるとパヨの神格化されかねないから難しいところ。銃器を使ってるから一応死刑の可能性はある。大失態の奈良県警は、気違いだから仕方がないっていうことにしたかったでしょうね、きっとね。まあこれでですね、精神異常だ、精神病院だ、人知れず病死だってコースはなくなったと。これを殺人罪と取るか、国家転覆まで視野に入れたテロと見るか、民主主義の破壊ってことでね。なぜ選挙中の演説中に、現職の議員、しかも総理大臣経験者が山上されましたから、で判決変わってきますね。参考までにですね、反社ヤクザモンが現役長崎市長を銃殺した事件では死刑求刑されましたが無期判決、判決は無期でした。アンジュンコンみたくパヨは山上の銅像を立てて拝んじゃんだろうか。なんか像を立てて拝むの好きらしいしね。韓国国内には50何箇所慰安婦像が建てられて、お花飾ったり、参拝されたり拝んでるらしいんでね、まあ、自分家の庭ならなんぼでもどうぞなんぼ建ててもいいですよいう感じなんですけれども、税金使って建てるとかなったらふざけんなって話になりますよね。石川県漁業組合が総理官邸にブリとズワイガニを贈答。総理
わあすごい、食べていい、食べていい、すごいお金持ちになった気分、納税者の神経を逆なでしてしまうネットの反応です。腹立つわお前ってやつは、こいつわざとだろ、好感度も支持率も自分で下げとる、存在そのものがムカつく誰かの罠だと思えるぐらい反感買ってて草、何食っても反感買うんだから黙って食っとけああ面白い。安倍総理のジューシーの真似したいんだろうけど、ま、人格が違いすぎて反感しか得られないと、どうにもな。あとあの菅総理のパンケーキ食ってる嬉しそうな顔とか、真似したかったんだろうけど、なんかね、人格が違いすぎからダメなんだな。わーすごい、食べていい、食べていい。なんかあの総理業が相当なストレスで、幼児対抗してませんか。無理せずに、無理せずに、もうあのやめてもいいんだからな。すごいお金持ちになった気分って言ってたらしいんですけど、読売新聞、岸田総理の総収入2億2926万円、全国会議員トップ。なんかパーティー、1回のパーティーで6000万円集めたとか、そんなようなね。お前すごい金持ちやんけ。お金持ちになったみたいで、庶民アピールやめろっつうの。ブリカニ贈答ってこれ、賄賂になりませんか？石川県の漁協の賄賂。なんか怪しいな、いう感じがしますけれども。参議院運営委員会、なんで出席しねえの？ガーシー。SNS を利用してあらゆる不正を暴露し裁くことでこの国の不満を解消していくことが私に投票した皆様との約束で、まあ公約ってことかな。海外から国会議員の仕事は可能だ、文書で回答だそうであります。ネットなんです。それ議員じゃなくてもいいじゃん、国会議員である必要ないじゃん。投票したやつがこいつの給料を負担する、多分帰国したら刺されるんだろうな。芸能人の下半身ネタは政治ではない。 SNS で不正を暴露するのはそもそも国会議員の仕事ではない、お前が不正の塊だろうと。このふざけた回答をですね、 NHK が大喜びで報道しておりました。ああこれがまたまかり通ってですね、議員は国会出にくていいんだ、 SNS とかリモートでやりゃいいんだ、俺も私も、海外でもってなったら国会崩壊しますよ。憲法56条、両議員は議員の3分の1以上の出席がなければ開会できない、議決できないってなってますんで、まあリモートで意思表示するっつったって、憲法はですね、出席を求めてんだから、憲法は出席に重きを置いてんだから、これ改憲しないとリモート投票とかリモート採決も無理じゃないですか。リモート委員会とかさ、豊島区以外ではですね、コロナ大流行りの頃にですね、委員会リモートでいいんじゃないか、意見表明しなくちゃなんないんで、例えばですけど、家族に陽性者が出たなんていうと、あの頃は2週間強制っていうか自宅待機になってたじゃないですか。そんでは委員会、支障を来すってことで、リモートでいいってしようってなって、1回ぐらい見たことあんな、どなたかの、親がコロナになっちゃって、西沢議員だったっけな。コメントにあった通り、帰国したら多分刺されんでしょうね、これ。あちこちの芸能事務所やらの恨み買いすぎててね。BTS に合わせてあげる。詐欺もやってたみたいだし、だとしたらBTS の事務所からも名前語りやがって、思われてるだろうしね。ダイモンっていうブランド商売の世界では、所属してない組の名前を勝手に使ったりですね、組員の名前使ったら、大変なことになるらしいっす。俺は誰それさんの射程だみたいなことを言って、自分に便宜を図ると大変なことになるそうっす。芸能事務所だって大門商売とですね、さほど変わらんでしょうしね。疑問なんですけど、国会議員の3分の2以上が一晩のうちに山上されたら国会は開けんのか。憲法56条にはそういう事態の想定あるのか。56条じゃなくても
違う、条文で、そういう規定あんのかなっていう疑問が、ちょっと生じますね。多分ないんでしょうね。縁起悪いこと言うなとか言って、日本は言霊の国ですからね。3分の2以上、同時にですね、山上すんのは困難だが不可能ではないですよね。例えば議会中にミサイル直撃とかもありえなくもないですよね。未来永劫絶対にないとかは言えませんよね、誰もね。何の想定もなしにそういうことになっちゃったら二度と国会開けなくなんじゃねえ、これ。憲法56条の規定で。改憲とかなんか付け足さないとね。人民軍が動く前にですね、そういうのを議論したいた方がいいんじゃないか。ちょっとね、憲法の齟齬っていうか、3分の2以上が一瞬でいなくなっちゃったら、開けねえじゃん、国会。なんか補足事項とか、こういう場合はこの限りではないとか、ついてないと、やばくない？改憲しなくちゃダメではって思うんですけどね。ひまそらあかねさん、と都知事を提訴、公文書、開示請求して、開示されたコラボの議事録がこれであった。表紙以外真っ黒。全部で、6ページあるみたいなんですけれども、コラボの議事録、表紙以外全部真っ黒。これはひどい。これ黒塗りの理由を明らかにせよっていう裁判だそうであります。都知事定例記者会見で記者は提訴されたこと一切触れず、東京都とその行政の代表者である小池都知事を訴えたにもかかわらず、メディアの記者ども一切触れず、フジデモや NHK スクランブルでも同様ですね、一切報道せずに提訴されたことをね、世間から隠すことに談合したみたいだな。うわ、コラボの支持政党は共産党ですけれども、比例は共産党なんつって呼びかけてましたから。NHK 労組民放労連は立憲支持を公表してたのにおかしいな、ライバル政党じゃないのかな、なんでかばうのかな、コラボをな、思うんですけど、パヨで反日仲間ってくくりなんでしょうか。だからかばうっていうですね、 NHK スクランブルでもみたいに。フォーブス氏、アメリカフォーブス氏、TikTok の社内メールを入手、秘密監視キャンペーンと題し、我が社の複数の記者の位置情報にアクセスしていた。この記者は TikTok のアプリかなんか入れちゃってんでしょうね、これ。でダダ漏れになってる。 TikTok 社員が勝手にやったこと処分した。と答えたそうであります。ネットの話、知ってた。でしょうね。そら、米国に禁止されるわ。知ってたすぎる情報。中華なんだから当然だろ。中華スマホやアプリを使うっていうのは、そういうこと。パソコンなんかもダメなんじゃないですか。レノボとかさ。日本は気にせず、企業も役所も使いまくり。でも、LINE は安心して使うんだよね。位置情報を盗み見ってことは、いつでも拉致誘拐できるってことですね。フォーブスの記者が、なんか自分とこに都合悪い情報、に近寄りつつあんなのしたら、いつでも好きな時に拉致誘拐できますね。まあ、行きつけの店とかが判明すればですね、用意周到に用意して、ハニトラもかけやすいと。どこで調べんだかわからないけれども、好みのど真ん中の異性を用意して当たらせるそうですよ。なんか、いろんな人の話聞きますと。検索履歴か、閲覧履歴からなのか。恐ろしいですね。しかし、全く恐ろしいですね。閣僚、議員、首長、知事とか市長とか、経営者はもちろん、その市長、息子や娘も危ないですよね。ハニトラとかさ、誘拐とかさ、なんか岸田総理長男の秘書官がフジテレビの女性記者にペラ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 してるって週刊誌が報じてましたけれども、米国はですね、公務員や政府機関での
使用禁止済みであります。見習えという話ですけれども。そういえば今日、クリスマスイブですけれども、12月24日、米国のですね、人類社会学だったかな、の教授が、日本は恐ろしいって。日本は、あらゆる文化を拒否せずに、受け入れて、ゆっくりゆっくり、溶かして、同化していく、言うんですよね。そういえば、日本だけでしょ。クリスマスに、ケンタッキー食うの。あと、日本だけじゃない、ラブホテル、満員になるのね。他の国では、家族と過ごす、みたいですよ。でね、で、我々も日本の文化を喜んで受け入れてしまうのだ。恐ろしいっていうようなことを言っておりましたけれども、そういえば中国が最初だと思われるラーメンもですね、まあ今では別物になってますし、インド発祥のカレーも、まあ別物になってますし、餃子もそうだよな。中国では水餃子。煮てある餃子が一般的で、焼き餃子ってあんまないんだって。何でもね、拒否せずに、ゆっくりゆっくり取り込んでって、いつの間にか別物と。欧米だとですね、まあ他の文化は、拒絶するか取り入れるかはっきりしてるんだって。で、支配と服従っていうのが異文化。との、基本的なスタンスなんだけど、日本人には、何でも、拒否せずに、取り入れて、ゆっくりゆっくり改造してって、で、我々も日本の文化に同化されちゃって、しかも喜んで、なんだか、快感のうちに、スライムに、溶かされていくような恐怖がある。日本の文化は。っていうようなことをアメリカの教授が、抗議して、いたそうであります。まあ、クリスマスもね、入ってきた当初は、まあね、上流階級のセレブ、いつ入ってきたか知らないですけど、まあ、明治時代あたりかな、がやってたもんでしょうけれども、いつの間にか庶民も、いちごのショートケーキ食うようになって、ケンタッキー食って、なんじゃそれ、いうような、感じになっておるなぁ。あれだね、ハロウィンもですね、なんかおみこし出たりしてる。ハロウィンみこしとか、担いで、わっしょいわっしょいやってるとかって、外国人が、ポカンと口を上げて、なんじゃそりゃ、みたいな、なんじゃそりゃ、いうような。クリスマス、イブ、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私はちょっと疲れが溜まっててですね、焼酎飲んで寝ようかな、考えております。メール党員さん、立候補してくださる支部長さん、大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。